医学研究員臨床腫瘍外科の大内田です専門は消化器外科です我々消化器外科医は通常消化器がんの手術をしているのでがんの研究をしています大きく分けるとがんがなぜ発生してどうやって全身に転移していくかなぜ抗がん剤治療が効かないのかなどを組織や細胞レベル さらには、分子やゲノムレベルで解明し、これまでにない診断法や治療方法を開発するような基礎的な研究を行っています。また、現在の手術をより正確で安全に行い、患者さんの体の負担をより減らすことを目標に、手術シミュレーションやナビゲーション、ロボット手術などの医療機器の開発や応用などを行っています。 がんの研究ではがん細胞がどうやって増殖し移動していって遠くの臓器に転移するのかが解明できそのメカニズムをターゲットとした薬剤を開発することができればわざわざ患者さんに痛い思いをして手術を受けてもらう必要がなくなります。僕らは消化外科医ですが将来的には手術が必要ない世の中にするための研究を行っていることになります。 この活動はは医師だけでは成り立ちません。工学や理学など幅広い研究者の知見を集約して初めて実現できるものでそういった先生方たちとの出会いも大変面白いものです内視鏡外科手術の映像もフルハイビジョンから 4K8K になり 3D や蛍光イメージングが加わり 臓器や組織を大きなモニターに拡大して写しこれまで肉眼では見えなかったものを見ることでこれまでにない手術を生み出すことが可能ですそれに伴ってより緻密な手技が必要ですがロボットがそれを可能としてくれています基礎研究でも現在ではがん細胞が実際に分裂している瞬間や抗がん剤で死んでいく瞬間 転移するために移動する瞬間などを見ることができます手術でも基礎研究でも本物を実際に見るということが大変重要です本物を見ることによって新しい発想にたどり着くことができます眺めるのではなく見ることでなぜという新しい疑問が生まれてくればあとはそれを解決するためにさまざまな実験や解析をするだけです 世の中のさまざまなことに疑問を持ってください。その疑問が世界で初めての発見や発明につながると思います。